レスヤシン。1963年、ゴールキーパーデルイーツ、バロンボールを獲得した男、20世紀最高峰と呼ばれたゴールキーパーの人生を紹介したいと思う。彼は、1929年10月22日、ソビエトの首都モスクワで生を受ける。野心はアイスホッケーのゴールキーパーとして群を抜いていたものの、戦争が始まり、しばらくスポーツはお預けとなった。ちなみに野心は子供ながら働いていた。1950年にレス野心はディナモキエフモスクワに入団し、野心はすぐにレギュラーを獲得した。フェレンツ・プスカールと食事に行った時、支払いの時に野心は衝撃を受けた。私は未だかつてあれほどの大金を見たことがないましては稼いだこともない、と語っている。野心は革新的なプレイヤーだった。1950年代のキーパーはゴールさえ守ればそれで OK な感じだった。だが、野心はエリア外に出たり、至近距離のシュートをタッチする。当時の人は彼のプレーを拷問だ。まるでサーカスのようだと。そして、当時のサッカーボールは完全に革製で、雨などが降ったら水分を吸い込んでしまい、バスケットボールのように硬くなってしまうらしいです。実は野心は、喫煙者だった。一日2半箱分吸うこともしばしば。しかし、それがプレーに影響があるように見えなかったため、コーチは黙認していた。しかし、1984年に動脈損傷のため足を切断。その6年後彼は、60年の生涯を終えた。いかがだっただろうか。今回は2個のイラストを交えて紹介した。もっと上手くなってほしいが。だけど、野心は喫煙者にもかかわらず、プレーの質が落ちないのは素晴らしいですね。ブワーリが可愛く見えますね。